浜松市立城北図書館は、静岡県浜松市中区にある公共図書館。1978年に文久町に開館し、2006年に知山二丁目に移転した。浜松市立図書館には、中央館として、浜松市立中央図書館があるが、城北図書館は、第二中央館という位置づけであり、 蔵書冊数、貸出冊数、入管者数は浜松市立図書館24館の中で最も多い。産業関連の専門書やビジネス書が充実している。浜松市による直営だが図書館流通センターが窓口業務を自宅している。浜松市交通部の女子寮として1960年に建設された建物を再整備し、1978年に 文久町に浜松市立城北図書館が開館した。やがて老朽化と境外化が深刻となったため、浜松市は2002年3月移転先用地として、町山公園北側にある農林水産省天竜森林管理所の跡地6700平方メートルを国から購入した。移転前年の2005年度末の蔵書冊数は81566冊、二千五年度の 貸出者数は214,802冊、2005年度の利用者数は64,600人だった。隣接する和知山公園児童書の初夏2006年10月1日、城北図書館は文久町から和知山2丁目に移転開館した。城北図書館の南側には和知山公園があり、西側には静岡県自動車学校浜松校がある。 町山公園のさらに南側には静岡大学浜松キャンパスがある。城北図書館は公園と住宅地に囲まれていることから景観を損ねないように一層分は地下に埋め込まれている。建設費は17億8千万円。開館前年の2005年7月1日には浜松市周辺の西八丁一村が浜松市に編入合併されている。合併後しばらくは 各自治体が使用していた9種類の図書館システムが並立していたが、城北図書館の移転会館を機に、全21館分室の私立図書館すべてを統合するネットワーク化が行われた。これに合わせて、浜松市立図書館の全蔵書約200万冊に IC タグが貼られたが、43万冊の高岡市立図書館を上回って、 日本最多の IC タグ調布数であり、アメリカ合衆国のシアトル公共図書館や中国の新鮮図書館にも見劣りしない規模とされる。2013年には、浜松市立図書館で初めて、静岡新聞データベース、プラス日経テレコンを導入した。2014年8月1日、浜松市立図書館で初めて国立国会図書館デジタルコレクションを導入した。 静岡県内では、富士市立中央図書館と、静岡県立中央図書館に次いで3例目である。2016年度末の蔵書冊数は47万4500冊、2016年度の貸出冊数は58万5042冊、2016年度の利用者数は15万9399人だった。浜松市立図書館の中央館としては、 浜松市立中央図書館があるが、中央図書館は施設の境外化が進んでおり、城北図書館は第二の中央図書館として整備された。6530平方メートルという、延べ床面積は、浜松市立中央図書館を上回り、浜松市立図書館の中で最大である。開花の収蔵冊数は15万冊であり、閉花の収蔵冊数は40万冊である。 中央図書館閉鎖書庫にあった資料の内郷土、資料などを除く図書、クリエイト浜松に収蔵されていたビデオ CD、DVD が上北図書館に関されたほか、移動図書館の拠点も上北図書館に集約された。開館時には自動閉鎖書庫が導入されているが、同時期には川口市立中央図書館、奈良市立北部図書館、稲城市立中央図書館、 高岡市立中央図書館、結城図書館、桑名市立中央図書館などにも、児童閉下書庫が、導入済みだった。城北図書館の特色として、ビジネス支援サービスに力を入れていることが挙げられる。産業関連の専門書、約2000冊やビジネス書が充実しており、また2006年の移転開館当初より、インターネット用パソコンを設置している。 浜松産業創造センターから派遣された専門家らが上北図書館で企業相談会を開催しており、事業化が実現した例もある。上北図書館と中央図書館の位置関係。ありがとうございます。